って部屋とかだったらさ、あ、ここ壁だから端っこだっていうのあるけど、宇宙ってないじゃないですか。あ、ここが端っこだ壁だどんどんどんってないから、なんかいろんな感なんかね、そういうのがあるから、ずっとこうやって標準の方みたいにずっとずっとそうやって調べて、どんどん新しい発見をする方もいるんだなと思った。パパさんハートありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。ね、あるのかな宇宙って。端っこ、端っこあったら行ってみたいな。ポンポンポンでしたい端っこ触ってみたい。でね、こうやってお部屋とかだったらね、端っこがあってね、トントンできるもん。Jさん、こんばんは。ありがとうございます。ありがとう。ミキモリクレイモリクレイ。そうだ、空にすら端っこが、そう、じゃあ難しい話だね。じゃあ壁は端っこ触れるからたくさん触っとこう数少ない端っこそうね、棒ってね、そうよね、触っとこ、触れる端っこたくさん触っとこう宇宙の端っことか空の端っこ触れないから壁たくさん触っとく。パーチさん、だるま、ありがとうございます。ありがとう。ね、宇宙の話をするとスケールが大きくなるよね。ねえ、どうなってるんだろうね。モリカだよ、モリカだよ。そもそもなんででかくなってるっていうのがわかるんだろう。うん、こうやってね、もうずっとね、そう、もうどん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 ね、新しいハテナが出てきちゃうの。まさまさまさん、バラありがとうございます。ありがとう。なんでさ、端っこわからないのにさ、膨張してますって言えるの。不思議だよね。そう、なんかね、宇宙のさ、どこかにもう一つ、なんて言ったらいいの、そう、それをさっき言いたかったの。なんか同じものが二つある説みたいな。だからどこかに、この宇宙のどこかに地球と同じような、なんていうの、ものがあるかもしれないって。だからそこにまた私たちとは違う人たちが住んでるかもしれないって。パパさん、バラありがとうございます。ありがとう。同じものがね、地球だったら地球が2つみたいな、土星だったら土星が2つみたいな。ドップラー知的好奇心あの番組内でよく使う知的好奇心いや、音振動数、うえー、すご、そんなことができちゃう。だからそうやって膨張してるって言えるんだ。すごいね、考えた人すごいよね。天才かな急にすぐ天才かなとか言っちゃう。いきまりくでいきまりくでいう。
すごいよね。だってさ、だって水分を含んだタオルはさどんどん重たくなりますねとかさ、私一回あのお酢、食べるお酢に卵をつけてでかくなるのをね、やっぱ見たからでかくなるっていうのわかるじゃん。でもさ見てないのにね、見てないのにさ大きさを知りたいなとか、ね、考えてさ、そもそもがすごいよね。なんでそもそもさ宇宙があるとかね、すごいよね、全部すごいだってさ見える範囲は空じゃん多分普通に生きてたらさ空の向こう側なんて、空のもっとさ上なんかさ考えないじゃんジェイさんレインボーのありがとうございます、ありがとう。ねえ、めっちゃ想像力豊かだよね。だって私普通に生きてたらうわ空だーって終わるもんこんばんは。ジェイさんレインボーのありがとうございます、ありがとう。不思議なこといっぱい。たっちゃんバラありがとうございます、ありがとう。こんばんは。そうだよね、そうやってね知的好奇心がいっぱいな方がねすごいすごいたくさんね研究してくださって調べてくださってね、私たちがね宇宙があるんだぜとかねそういうのがわかるんだよねすごいね権利だよ権利だよ。すごいな、かそんな想像力豊かな人になりたい。なんか目に見るものじゃなくて、目に見えるものだけじゃなくて、なんか目に見えないものも考える人になりたいよね多分いっぱいなんか不思議なこととか出てきて、もう世の中不思議なことでいっぱいになってしまいそうだけど、そんな想像力豊かな人になりたい。カンタさんハート100個ありがとうございます、ありがとうございます。まさまさなさんハートありがとうございます。そう、宇宙の話するとねどんどん規模が大きくなっちゃうんです。だからもう自分でもね正直ね何が理解してて何が不思議で何が疑問に思ってるのかっていうのがねどんどんねもうすごいねいっぱいいっぱいになってくるんです銀河鉄道いいな、絶対うわいいな、いいねね、そう想像力豊かじゃないとね、あこの空の向こう側には何があるんだろうとか考えないしね。キュリでキュリでこんばんは、すごいよね。白い恋人さんハート100個ありがとうございます、ありがとうございます。たっちゃんハート100個ありがとうございます、ありがとうございます。ねきもりくだよもりくだよこんばんは、もうねひょえでもいやすごいよね、宇宙に行けるってすごいよね。そう考えるとだってお空でもさ遠くて遠いのにさ、そのまだまだ先の宇宙に行けちゃうんだよ、すごいね。ねえ私ね、もっともっとさ何十年、ね、40年50年60年80年100年先に行ったら宇宙旅行もねすごい主流になってるのかな。今日今年の夏休みどこ旅行行くの、宇宙すごい今はねこんなすごいと思うけどね、もしかしたら当たり前になってるかもしれないしね。神田さん50カウント完了です、ありがとうございます。
ね、めっちゃかっこいいね。ただの魚さん、お猿さん、ありがとうございます、ありがとう。ね、なんか今はさ、宇宙旅行行ける人はさ、やっぱなんだろうね、すごい経済力がある方っていうイメージだけどね、なんていうの、ね、みんななんかすごい普通に今だったら日本国内を旅行する感覚で行けちゃうかもしれないしね。行けるなら行きたいよね。あ、ちょっと、あ、うん、お土産、あ、じゃあちょっと月の成分もらってくれ。捕まる。もう、あ、私はね、今年はちょっと夏の休みはちょっと土星に行くかな。あ、僕は木星かな。なってるかもしれないんだよね。すごいよね、って考える。ね、なってる可能性もね、あるってことだよね。膨らむ、いいよね。今はね、そう、経済力のあるすごい一部の方が行けるってイメージだけど、みんながね、行ける宇宙になってるかもしれない。元気ですか？元気です、こんばんは。1年間、すごいね、宇宙でね、すごいよね。だって難しいよ。パパさん、ハート、ありがとうございます。いつかはなんかすごく気軽に行けるようになってる気がする。だってね、きっとさ、昔の方はさ、自動運転とかさ、電気自動車とかさ、ね、想像もしてなかったことがね、どん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 新しい技術が発展してね、できるようになったりしてるからね。もしかしてね、でもわかんない。さ、その時に私はそう、うん、違うところにいるかもしれない。この4人はいないかもしれないけど、そんな時が来るじゃないかな。こんばんぷり、こんばんは。ボム買いましょう。ありがとうございます。体重6分の1、最高だね。そういう話じゃないね。20歳の11月の私がさ、今何してるかなんて、何にも、その時何してるかなんてさ、ちょっぴりも全然想像できないからさ、何十年何百年経っちゃったらね、もうね、すっごく変わってるかもしれない。こんばんは、こんばんは。ね、自分の孫ぐらいはね、宇宙旅行行けてるかもね。孫とかになると、どこでもドアあるかもしれないね。こんばんは、こんばんは。キリだよ、キリだよ。そう、1年後の自分も想像できないからね、何が起こるかわからないぜ。ね、そう、それこそね、私がね、画面から飛び出てくるかもしれないし、
こに香りが届くようになってるかもしれない画面越しでも私の香りがこうやってフィ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 ってしたら画面の向こうに見てる方に届くようになってるかもしれないね。キュリュキュリュジェイさんハートありがとうございます。ありがとう。プリントさ50プリンありがとうございます。ね、本当何が分かるか分かんないよ。だからね、今ねやっぱさ、なんていうの、前さスマホがさないさ時代というか、まあその頃はさ、お電話、そう、携帯ガラケーパカパカ携帯でさメールしたりさ、家の電話でさお電話したりさ、正直今さスマホをない時代をさ、スマホをない生活してくださいって言われたらさ難しいからさ、なんだろう、今この時を大事にしなきゃねっていう、なんかもうすごいなんか大きい話ばっかりしてるねびっくりフ1年後自分が何してるかも分かんないからね、もしかしたらね1年後の私は何かしてるかもしれない何かはしててほしいけどねジェイさんハートありがとうございます。ありがとう20歳か、20歳の私は何かしらしててほしいねもうね、昔携帯なかったって考えたらね、でも正直もうそのなんだろう生活は今ねできないというか難しくなっちゃうからね、今携帯をね取り上げられてしまったら。今のこの生活を楽しんでにぃってしてまうちさんハートありがとうございます。ありがとう。分からんよ、1年後20歳の私がどうなっとるなんかなんて私も分からんドヤドヤと私も知らないわよってみんな知らない、みんなね自分が1年後どうなってるかなんて分かんないし、自分が分かんないんだから、相手のことなんてもっともっと分かんない。やっほーやっほー、こんばんは、こんばんは。ねえ、そうね、長生きね、そうね、もしかしたらねもうね、もう長生きっていう言葉がなくなってるかもしれないね、わからない、何があるかわからない。こんばんは、こんばんは。よいしょ、そう、なんか寿命っていう概念がなくなってるかもしれないしね。でもそうなるとさ、もう大変だよね、もう地球ぎっしりよ。だってどんどんさ増えちゃうじゃん、人が。考えれば考えるほど想像が膨らむねね、1年後のね私はねコーヒーが食べれてるかもしれない。キュウリと混ぜちゃった。コーヒーが飲めるようになってるかもしれないしね。コーヒーおいしいって言ってるかもしれない。もしかしたら1年後じゃないかもしれないもんね。2ヶ月後とか飲めるようになっちゃう。ずっと働かないといけなくなっちゃう。でもね、そういうなんか体力の衰えとかもなくなったらさ、なんかまあ働くのはさ非常にとっても疲れるけどさ、やっぱなんだろう、年齢を重ねることによっての体力が減って働くのが疲れるっていう、そういう考えがなくなっちゃうかもしれない。みんなもうずっとそうね、そう、それは分かんないよね。なんかさ
どうなるんだろうね、何十年後の社会はさ、やっぱもうロボットが主流になっちゃうのかな。なんかよくさ、中学校とかさ、高校とかに行ってもさ、もうなんかもしかしたらこの職業は後にもうロボットのロボットがするかもしれないみたい。だから人はもうその仕事はやらないかもしれないみたいね。そう考えるとさ、もうびっくりどっこいよね。ね。こんばんは、こんばんは。だってさ、よし僕、私はこの職業をするぞと思って就職したらさ、いつの間にかさ、もうロボットにさ、うーんされてさ、あれ何したらいいんだろうとかなっちゃったら困るもんね。ね、こんばんは。1年後キュウリキャラまだ続いてると思う。いやー、わからないですね。断言できないですね。続いてる、続いてないと、どっちとも、どっちだろう。こんばんは、こんばんは。ね、もしかしたらね、一人一人ドラえもんがいるかもしれない。みんなにね、一人ずつにね、ドラえもんって言っているかもしれない。ラジオ電波とかあるかもしれない。ね、だってさ、いつかさ、ロボットが発展して感情を持っちゃったらもうさ、びっくりよっこいだよね。でもなんかさ、わかんないからこそいろんな想像がさ生まれるよね。楽しい。もう完全にこれ想像話しかしてないんだけどね。キュウリはキャラなんだ。なんて言うんだろう。キュウリは本当に好きだよ。そう、それでキャラそのさ、あるじゃないですか。なんか妹キャラとかそういう名前のキャラがキュウリになっただけ。そう、キュウリは本当に好き。なんつったらいいんだろうね。なんか人それぞれキャラクターがあるじゃないですか。それのキャラクターがたまたま自分が一番好きな食べ物のキュウリになっただけ。ごちゃハート、ありがとうございます。ねえ、そうだよね。ロボットさんがもうさ、感情を持ってしまったらもう最強だよね。え、なんか、かなえっこないよってなっちゃいそうで怖い。でもさ、作ったのは人間だからね。あ、でもわかんない。最初に作り始めたのは人間だけどね、もうそのね、ロボットが感情を持ち始める頃にはロボットがロボットを作ってるかもしれないしね。すごい世界。ちょっとロボットは敵に回したくないな。仲間でいたいな、ずっと仲良しでいたい。こんばんは、こんばんは。ね、仲良くして。わかんないよね。人がさ、作り始めたロボットなのにさ、どん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 さ、発展していってさ、もうさ、人がさ、制御できなくなっちゃったって考えたら怖いよね。すごい話になってるね。ドラえもんだったら、ドラえもんみんな結構好きだな。見てないな、最近ドラえもん。こんばんは、こんばんは。ね、そうね、人がロボット制御できなくなってね、
にね、今まではね人間がさロボットを作ってすごい便利な世界にしようってしてたのがね逆の立場になっちゃう。パパさんハートありがとうございます。ありがとう。びっくり急にびっくりびっくり驚きってなりますただの魚さんアイスありがとうございます。ありがとう。ねえ、そう、先の未来がさ何あるか分からないしさ、いろんな可能性があるからね、楽しみな反面ちょっとね、なんだろう、分からなさすぎて怖い部分もあるよね。ただタンタンさんだるまありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。だるまにゃ不思議だな、不思議だな、なんでだなと思うことはいっぱいあるけどさ、あんまり何も知らないからさそんな不思議だ不思議だと思うことがいっぱい、ちゃんとした知識がたくさんないから、知識を身につけよう。ね、いろいろ変わってるんだろうね、年々ね。また私が小さい頃からすごく変わってるじゃないですか。スマホなかったし、スイッチなんてなかったしすごい身近な子スイッチなんてなかった、 iPad なんてなかったよって言ってApple Watch なんてなかったよって言って私がね幼稚園生の頃とかの時、こんばんは、こんばんは。なんかいつかお腹が鳴りそうちょっと数分数十分後の自分の未来が予想できたお腹が鳴りそうだおっとフフ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 フ。ジェイさん、だるま100個ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。数分後の自分は想像中、数十分後かもしれないし数時間後かもしれない。おおおおこの話になったのは HKTV であなたの宇宙の起源について謎に、ん？その謎についてお勉強して、その番組が昨日放送されたので、その流れでどんどん規模が大きくなってしまいました。パッ。そう、今日はすごく真面目な話の規模が大きい、もうずっと、もうなんてだ、どうしてだ、びっくりだみたいな、そんな話ばっかりだし、髪の毛伸びるの早いかな、なんか自分で早いなと思ったことはないんだよね。ね、今日の話いっぱいはね、頭を使ってなんでだろうってね、どん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 疑問が浮かんできちゃう。髪の毛伸びるの早いかな、
今このぐらいの長さ、今日はちょっと毛先が内に入ってるから本来はもうちょびり長いのかな。こんばんは。話がどん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 伸び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 大きくなっていく。飛行機前髪長い、割とこの長さ気に入っちゃってるんだよね。でも確か今写真撮るとかねになると長く感じるんだけど、そう普通にね生活をねする分にはこのぐらいがちょうどいいかなと思って過ごしてるけど、多分ね数日後には切ってると思うちょうどいいと思った数日後にはね私切ってるんですなんだろうね、前髪をさパッツンってなんて言ったらいいの、なんかくるってそんなおくるって大きく巻くことがないから、なんて言うんだろうな、すぐ切りたくなっちゃう。これ多分パッツンの人あるあるだと思うんだよね前髪ってしかもなんだろう、伸びるの早い気がするの。気のせい妖精森のせいかもしれないけど、そうそうそう、でパッツンってなんて言うんだろう、もうねある一定の長さを超えてしまったらなんて言うんだろう、私の場合はねそう取り扱いが難しくなっちゃう。だからねそうきっとねあると思う、パッツンの人あるあるだと思う。前髪切る頻度がめっちゃ高いと思う、頻繁に切る。ボムさん、あそうなの、私まだ見てないから後で見ますね髪の毛長いの手入れ大変そう。まあ確かにあれねあれね、あれよ、あれよ、髪の毛乾かすのはねめんどくさい時間がかかりますね、髪の毛乾かすのはやっぱ長いので。そう髪の毛を乾かすのがいつもちょっと時間がかかるのでふわーってなる。だからそうお風呂に入るねやる気がどん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 なくなっちゃうの。お風呂に入ってしまったらいいんだけど、入るまでにうわー入ったらドライヤーの時間が回ってるのかって思ってしまうと、どん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 ねお風呂からね遠くなっていっちゃうお風呂とどんどん距離取っちゃうんだよねでも長いとねいいこともあるよ、いろんな髪型ができちゃうしね。いろんな髪型ができるし、冬はねあったかいよ首周りが。そう首周りがあったかい。伸びたかな、伸び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 髪の毛が伸びちゃったよ。そうだからねマフラーと髪の毛はねあるとね首周り冬場あったかいよ、ポカポカあったかいぜってなります。あげるブツブツ交換かユーもうなんだろう、なんかこういうさこういう生き物いる
なんかピクミンとかでできそう。いそうじゃないか。こういうキャラクター、あのピクミンっていうゲームがあるんですよ。なんかこういう髪型しそうでできた。ちょっとね変わった生き物。いそうな気がする。ただの魚さん、ハートありがとうございます。ありがとう。マフラーは去年編みました。編み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 でした。難しかった、非常に。とっても難しかった。しとっても時間がかかった。シムさん、レインボーの星ありがとうございます。ありがとうありがとうございます。チリニャンさん、クマさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。クマ。編み込み、久しぶりにするな、編み込み。てってるって。少なすぎた。久しぶりの編み込み。さて、その腕前は。どうしよう、どこにいるか分かんなくなってきちゃった。どうしよう、もう一回来ない。あ、やっちゃってるね、失敗しちゃってるね。まあいいや、そのまま進もう。下手っぺになっちゃった。ヘタっぺになっちゃったかもしれない。ほらここに変な毛がいる。もっと早く取らないといけなかった。ねえ、そう編み込みとかすると絶対指足りなくなっちゃう。もうちょっと指いる。よいしょ。うん、あうん、タラ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 。指が絡まりそうだ。とっても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 絡まりそうだ。どうかな、こんな感じ。こんな感じに出来上がりました。どうかな、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 かみちゃん。こんな感じ。でもなんだろう、昔よりちょびり上手になったんじゃないかなと思う。本当に編み込みを始める頃に比べたら。
見えないからってめっちゃ眉毛動かしてる。ただの魚さん、かわいい、ありがとうございます。たちゃんもありがとうございます。何時までしよっかな。じゃあ21時40分になったらランキング見ます。今33分。まるちゃん、いいね、ありがとうございます。ありがとう。今日なんか変わかんない、わかんない、どれが本当の自分かわからないわかんない、もしかするとこれが本当は本当は私の通常運転かもしれないじゃん。でもわかんない、もしかしたら今日ただ単に私が変なだけかもしれないそれはね、自分でもよくわかんない。で前半で頭使いすぎたっていう話もね、正直あるよねどうなんだろう、なんかさ自分ってわかんないよねもう今日さ規模が大きいんだよね、ずっと話してることの。でも本当に自分が一番わからない気がする、自分について。自分について自分が知らない、一番知らないって不思議だよね。こんなにずっと一緒にいるのに。ずっと一緒にいるってわけでもないのか。あ、やっちまってるね。やっちまった。遅かった。さとみさん、ハート100個。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。でもさ、自分って分かんなくないですか？分かんない、私が自分について知らなすぎるだけなのかな。よいしょ。ね。だから面接でさ、あなたの長所は何ですかって言われてもさ、ちょってなっちゃうなんだ長所ってってなっちゃうね、難しいよ。だからかなり高度なさ質問をさ面接官の方はしてるんで、してくるよねね、だって正直さ、あなたの長所は何ですか、でもさ、それをさ言えないとさ、なんだろう、印象としてはさあんまりよろしいわけではないじゃないですか。だから必死にさ自分の長所をさ絞り出して逆にどこだと思いますお引き取り願いますって言われちゃうかもしんないあなたの調子はどこですか、うーん、ちょっとわからないですねそう、ここはどこ、私は誰みたいな話をしちゃってる。あ、うわ、ここが汚いけどちょっとこんな感じ。なんかさ、そう、あなたはどう思いますかって言われたらさいけるじゃん。でもあなたの長所は何ですかみたいな質問をさ、またさ、あなたはどう思いますかと話が変わってくるじゃん。難しいよね。こんばんは、こんばんは。ね、逆質問しちゃうよね。え、逆にみたいな。なっちゃうよね。難しいね。そう、なんか次から次にね、話題が変わっちゃうんだよね。なんかね、わかんないけど、自分ではそんなかけ離れた話をショールームでずっと、なんて言ったらいいんだ、 A の話をして B の話に行くとして、なんか A と B がどこかしらつながってるって思ってるんだよね。そんな A と B がかけ離れた話はしてないと思ってるの、個人的にね多分聞いてる側の人からすると、こいつ急に話変わるなみたいなな、なんで急にここに話が飛んでったんだろうってね
そう思われちゃうかもしれないけど、私の個人的な考えではどこかしらつながってるA と B の話が。二十歳になったら、あ、逆に二十歳には髪の毛長いまんまでいたいなって思ってます。二十歳になったら成人式があるじゃないですか。そう、成人式で振り袖着るときにやっぱなんだろう、髪長い方がさヘアアレンジができるから、そうそう、二十歳の間は長くいたいなと思う髪の毛。パパさん可愛い、ありがとうございます。ね、あ、私の長所が、私の長所可愛いですとか言ったらさ絶対思ってないし言わないんだけど、そう面接官の人だびっくりされちゃう。よくないよくない。さあ、頭の中ではね繋がってるの。どこかしら共通点がある話をねしてるつもりなのピー君さん、ハートありがとうございます。ありがとうね。あ、面接官の人も反応に困っちゃう、ね、長所ね、長所は何ですか。よくあるよね、自己 PR をしなさいって言われてもさ、なんだ、長所はね聞かれなかったけど、書類に自己 PR とかは書いた、オーディションの時。ただの魚さん、名を教えてください。ありがとうございます。ありがとう。そうですね、明日からクリスマスグッズとね、その生写真がね発売され、私が初めて、人生初めてトナカイになりましたので、ぜひ私の人生初めてのトナカイの生写真とクリスマスグッズ、ぜひぜひ。私今までサンタさんにしかなったことなかったんですけど、生まれて初めて19年生まれて19年経ったんですけど、経ってるんですけど、初めてトナカイになりましたそう、なのでぜひ私の人生初のトナカイ、よろしくお願いいたします皆さんのことを引っ張っていきますあの腰にあのタイヤのやつ巻いてやっていきたいと思いますそれじゃあ40分になったので13回ランキングを見たいと思います。レッツゴー衣装はね今回自分で選びました。サンタさんでもいいしトナカイでもいいよって、どっちでもそう衣装さんが言ってくださったので、じゃあちょっとトナカイになってみようかなと思ってトナカイになりました。ワイツさんお疲れ、ありがとうございます。それでは13位からランキング見ます。13位、ゴーちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。12位、まさまさーなさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。11位、つーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。10位、ただたんたんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。9位、白い恋人さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。8位、さとみさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。7位、たっちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。6位、ただの魚さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。5位、バウッチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。4位、パパさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。3位、Jさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。2位、シムさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして1位、チリニャンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。OK。
今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。ありがとうございます。明日のショールームは夜にするつもりなので、またお時間が決まり次第お知らせします。それでは今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみー。